何から説明しよう。今ドーハに着いたよ。ドーハって知ってるよみんな。ドーハの悲劇って一回日本代表が負けただろ、大昔に。そのドーハだよ。でドーハってのは国じゃなくて、どうやら首都のことを指すらしくて、ここはカタールだな。カタールにサトルが来たっていう感じでさ、とんでもないよ。サンパウロから、15時間ぐらい、あの空の上で風に揺られたんだけど、あれだな、あのハンドルがあっちのカバンにあるから、このテラ持ってるの疲れんな。くそ。あのね、ドーハについてとりあえずブラジルの金をドルに換金して残ってたやつを、で機内食じゃ全然満たされないからさ、飯の間隔も5時間とか6時間とか置きに来るし、全然足りてないから栄養が。なんか栄養のあるもの入れたいんだけど、見た感じ卵とかバナナとかブロッコリーとか鶏胸とかそういったものはなさそうだから、しょうがねえよ、スターバックスでも探すしかねえよ。いやー、こんな一人でペラ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 外国語喋って入れ墨だらけでアホみたいな格好して、なんだよ、しかも持ち方が悪いから指が入っちゃったりよ。そう、めんどくせえ。ちょっとあれ見てくれよ。俺がドーハの空港だよ。これすごいな。これドラゴンの金玉だって言われてもな、信じそうだよな。みんなの周りにもこれドラゴンの金玉って言ったら信じそうなやついるだろな。そういうやつもさ、まあ毎回何言ってんだか分かんねえよっていうコメントが多いんだけど、分かるよ、努力してくれよな。努力もしねえうちから何も分かんねえってさ、いろいろ言うんだけど、とりあえず腹減った、なんか探すわ、またな。ドーハの一円ジョーザジュース、はい、yeah. ありがとう、yeah. ありがとうね、ありがとうありがとう。フィリピン、はい、高野、はい、高野、Thank you。フィリピンの人がドーハで働いてるんだ、飛行機で。ここあれだな、ボブマリーの音楽が結構でかいから場所変えるか。うまっ、なんかこれうまっ、なんかうまいな、味に深みがあるなこれ。なんかキャラメルがこのダメだ、もう寝てなさすぎて全然言葉が出てこないよ。飛行機長いからさ、出発する朝から寝ないで来たんだよ、飛行機で寝ようと思って。そしたら飛行機でも寝れないからさ、めちゃくちゃ眠い、あの眠いのに寝れない感じこうやってさ、まぶたが熱くなってさ、画面とか見てさ、眠いんだけど寝れないみたいな、あれ苦しいよな。クロワッサンはなんか普通のクロワッサン。これはちょっとなんか一段階レベルアップしてるクロワッサン。何これ、甘いっていうかよ、何これ、なんか甘いわこれ。喋るの疲れた、じゃあね。ちょっとあの搭乗口の方向かって歩いていこうかなと思うんだけど、
いや、率直な感想としてはね、今15時間ぐらいトリップしてるんだけど、率直な感想としては、あの広い椅子あるじゃん、エコノミーじゃないやつ、あれいいな。あれ乗れるようになんないとダメだな。あ、お前マッチョがエコノミーなんか乗ってたら体痛くてしょうがねえよ。20時間も30時間も飛行機の中でふざけんじゃねえよ。だから今回はそれ本当に思ったね。それをもうエコノミーに乗りたくないっていう、これをね強く思ったからね、なんか成長できる気がするよ。だけどあれ全然値段が違うじゃん、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい違うけどさ、やっぱあのダメだね、クソ狭い中でさ、多少多く金を払ってでもあそこの椅子には座る価値があると思うよ。その分頑張ればいいわけだし、それを今強く実感してるね。とりあえず減らせるストレスは減らしていかねえとな。また一つ俺は成長した気がするよ。で搭乗口探してんだけどすげえ迷ってるわ。俺 A に行かなくちゃいけないのに、見てくれ、俺がいるところ C だよ。なんで俺 A の方向に向かって歩いてきたのに C なんだ。これ逆光に逆らってんのかな。もしかして俺 D にいてこれから C を通過して A に向かうってことは、こっからお前持久走大会ぐらい歩かなくちゃいけないじゃねえか。ふざけんじゃねえよ、彼でもう言葉も分かんねえのに。どうした、珍しいか俺が。それは珍しいよな、こんなでけえ体でこんなちっちゃいカメラ持ってペラ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 眠そうに喋ってたら世界中誰が見ても二度見するよ。じゃあとりあえず頑張って、このあの舗装大会、舗装なんていうん、ほ分かんねえや。じゃあな。なんだこれは、空港の中にバカでけえ滑り台がある。誰か寝てるぞ。誰だよこいつ。めっちゃシュールじゃん。なんかもうちょっとこんなでかく作るんだったらさ、なんかもうちょっとなかったん。俺でもできそうだよこれ、可愛いけどさ。誰かカメラマンがいたら俺はこっから滑ってやってもいいんだけどさ、いねえから滑らねえよ。座れちゃうんだここに。これやばいね、これあれじゃん、なんかカップルとかでさ、こう一緒に座っちゃったらすげえ幸せになっちゃうみたいな、そういう感じの、そういう意味があるんでしょ。でよく見たらあれだね、あれに似てるよ、コロ先生。コロ先生になんか似てんだよね。サンポールから来たよ、よろしくね。なんか多分一周したんだけどさ、A 表示の方に向かって気づいたら多分一周してるんだよね。で結構あるんだよ俺こういうこと。あの日本の駅とかでもさあるじゃん、あの新幹線とかさ、何々線とか、あのあれ結構かなり紛らわしいやつとかあるじゃん、紛らわしいやつ。そっちの方に向かっていくんだけど違う方向に行くみたいな、なんで起きるんだろうね本当に。なんか看板とかさ作り変えてなかったりしてんのかな。よくあるんだよねマジで。なんで書いてある方向に向かって真摯にさ、本当に真摯に歩いてんのに違う方向に着くんだよね。もしかして俺人生でもこういうこと応用してるかもしんない。俺はこっちに行きたいのに気づいたら違う方向行ってるみたいな。そうありそうだよね。今気づいたわ。いや前から気づいてたんだけど、それ道だけじゃなくても他のコースでもやってたりしてね。
まあ、そんなドーハの、あの空港で深いことに気づいてよ、こんなちっちゃいカメラ持って。ふざけんね、寝かしてくれよマジで、本当に寝かしてくれ。まあ日本まであと20時間ぐらいか、やっと帰れるよ日本に。これ置いたらどうなんの、ついてくる、お、ついてくんじゃん。は、これやばいこと考えちゃったじゃん、ついてくんじゃん。MV 撮れちゃうじゃんな。軽く飯食ってゲートの近くまで移動して、で今時間が10時50分なんだけど、飛行機飛ぶのが1時50分、だから3時間ここで過ごさなくちゃいけないんだけど、3時間って結構長いじゃん。だけどなんか寝たら起きれないかもしんないじゃん、というこのそわそわ感と戦いながら、ハードなハードライフを送ってるよ。ただ日本帰るだけでもハードだな。そうだ、あの全然話変わるんだけど、飛行機の中であの映画見てたんだけど、俺初めて硫黄島からの手紙っていう映画を見たんだけど、アイドルのさ、あのハリケーンっているじゃん、スマップスマラブ、あれの二宮くんが主演でやってるんだけどさ、硫黄島からの手紙、あれいい映画だね。あれ感動しちゃったよ飛行機の中で。なんかあのさ、独特だよねやっぱりね、大日本帝国、そのなんか思想とかもさ独特だよね。俺ら本当にまあ、ただ生きてるだけでもさ、こうやって待ち時間が長いとかさ、移動時間が長いとか、なんか文句されてる自分が本当にちっぽけに思えるよ、本当に本当にちっぽけに思えるよ。それぐらいいい時代に生まれたよね俺たちは。いろいろいろんな意見があるけどさ、命の価値が安くなってるっていう意見もあれば、いや俺はそうとは思わねえな。昔と比べたらだいぶ、まあ昔を知らないこんなシャバゾとか言うのもさ、戦争を経験した方からしたらふざけんじゃねって思うかもしんないけど、俺たちはかなりいい時代に生まれてきたよ。だからね、やり抜かねえとな、こんな環境が揃ってできないのは何やってもできないやつや。だからまあ硫黄島からの手紙を見ながらまた一つ震えたよ。で、まあ3時間も待たなくちゃいけないからベラ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 喋ってるけど、本当に疲れたよ。あれなんであのあれ送ってもらえる人がいるんだろう、あれどういう特権なん。さっきから結構あの悠々自適な顔して通ってくんだよな。悠々自適ってどういう意味、そんな言葉あんの。そう、ハードだな移動時間、きついよな本当に。だけど、だけどじゃねえな、そう、日本語話すの下手になってきてんな、ふざけやがって。今やっと搭乗ゲートくぐったよ。あと40分ぐらいしたら機内なんか乗って、で次はねドーハからマレーシアに向かう。マレーシアまた12時間、15時間飛行機乗って、そっから 3,4 時間待機して、次15時間のフライトって結構行かれてるよね。これ多分普通の人間が多分移動しちゃいけない距離なんじゃない本来。ちゃんとさ1日移動して1日休むとかさ、そういう風にした方がいいよ。こんな40時間もアホみたいに鳥がさ、あの季節を渡り歩くようにすごい距離移動してんだからさ、休み休みやんねえとダメだよ。まあこれが最後の修行だ、やっと日本に帰れる。とりあえず次はマレーシア、マレーシアに着いたらまた回すよ。だけど充電もなくなってきてんな俺と一緒で。まあいいや、
じゃあ、無事に15時間のフライトが終わって、今マレーシア空港に着いたよ。そうそう、一つだけいいことがあって、開始早々飛行機で寝ることができて、で、パッて目が覚めて、でそしたら時計がさ、時計が10時ぐらいを指してて、で、あと5時間ぐらいがと思ってたら、ちょっとしてCA が窓を全部開けろって言い始めて、そしたら20分もしないうちに離陸態勢が始まって、時計が狂ってて、まだかなまだかなって思ってるだけで、やべ、まともに話してねえな。だからなんだよって話じゃな。そんな話を聞いたところでお前らはだからなんだよって思うよな。ダメだ。でとりあえず金換金したから、マレーシアの金、ドルからマレーシアの金一回換金して、着いてすぐにマッサージの椅子を見つけたから、それに座ってやる。誰が何と言おうと、俺はこのマレーシアの金を使ってマッサージの椅子に座る。いやもうここまで来たらもう終盤だよ。こっからね、あと8時間、今が4時になるんかな、11時半まで待機で、そこから7時間ぐらいフライトして成田着。7時間とか8時間待機ってやばいよな。電車で置き換えてほしいんだけどさ、みんな新宿から渋谷行くのに8時間も7時間も電車で待ってるような、そんな待てないだろ。でも俺には待つしかないっていう状況が起きてんだよ。だから誰が何と言おうと、俺はこれでマッサージの椅子に座る。うわ、金換金するところまでずっとまっすぐだったんだけど、なんでまっすぐ歩いてんのにマッサージの椅子がねえんだ。また迷ってるわ。迷うほど広くないんだよね。すごくね、マレーシアチルな感じだね。チルい感じ。民族衣装とかも結構いて、自然があって、ちょっと無知で申し訳ないんだけど、俺マレーシアって聞くとさ、美白しか思い浮かばなくて、あれ？さっき俺が監禁したとこじゃん。は？一周回ってんじゃん。一周回ってたわ。どこでマッサージの椅子？まっすぐ。こっちか。あ、こっちだ。そうだ、こっちだ。なんかやってるの見たわ。みんななんかマレーシアのこと知ってる？俺はね、美白しか知らなくて、だけどなんかね、いいところそうだなって思ったよ。飛行機乗ってるとさ、次行く国のプロモーションビデオみたいなのが流れるんだけど、それでドーハも良かったし、マレーシアも良かったな。なんか今度ゆっくり来たくなるようなプロモーションビデオを作りやがってさ。だけどどうにかなんねんかな、もっと快楽な飛行機、快楽な。そうだ、ここだ、ここまっすぐ行くんだ。結構ね、民族衣装を催されてる方がね、ちらほらいらっしゃるっていう感じだね。飛行機の中で5時間ぐらい寝れた。寝て起きてだけど体が痛えやん。まあマレーシアといえばマッサージ椅子だろ絶対。俺はそう思って真っ先金を換金して、食い物や飲み物を買うよりも先に座ってやるよ、マッサージの椅子に。たくさんの人が注目してるけど別に恥ずかしくないよ。視線を浴びることはもう慣れたんだよ。まあそんな感じで、もうちょっとで日本、もうアジア、マレーシアはアジアでしょ多分。もうアジア入ってるからね、もう近いぞ日本まで。
あれだ、そろそろ充電もなくなってきたな。マッサージ室、つくぞマッサージ室に。ほら、これがどんな疲れも取ってくれるって言われる。来た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 。あの50の金ぶち込んだら50分って表示されてる。もう完全勝ちじゃんこれ。このマッサージ室に50分も。あ、来たわこれ完全に。これも8時間待機しようが7時間待機しようがもう勝ちじゃん。気づいたら日本じゃん。あ、なるほどね。マッサージ産業なんだ。マレーシアは今。もう本当 AI とかロボットとか普及してさ、人の手からどんどんこういうロボットの力になってるけど、このマレーシアのマッサージ室は、はあ、すごくいいな。これ一家にちょっとリッチな家庭だったら2台あってもいいよ。ちょっとリッチな家庭ってさ、トイレが 2個あんじゃん、下と上とかにさ。1階に2つある家もあるっしょ。だからちょっとリッチな家はさ、これマレーシアのマッサージ室2台あってもいいと思う。これはやばいわ。じゃあちょっと寝るわ。おやすみ。時間今6時52分。6時52分で、さっきねまともな飯食って、牛肉となんか柔らかいうどんみたいなの作って撮ったんだけど、なんか照明がチカチカしてすげえチカチカするから削除した。で飯食って今とりあえずスターバックスに来たんだけど、海外のスターバックスってさ、名前聞かれるんだよね。できた時に名前で呼んでくれるんだけど、その名前聞かれてさ、一人づらいなと思ってゆっくり言ってあげたんだよ。さあ通るって。そしたらさ、アトリーって言われたよいつまでたっても来ねえなと思ってさ、なんか叫んでんなと思ったら、アトリーアトリーってずっと叫んですよ。まあマレーシアのスターバックス、ストロー持ってくるの忘れたよ。いや、ストローを持ってくるの忘れたんじゃないよ。ストローって刺してくれるんじゃなかったっけ普通。サンパウロだ、ストローってか。飲むか。ビールとスターバックスで迷ったんだよ悩んだんだよ、ビールとスターバックスで。どっちもなんか体を壊しそうじゃん。スターバックスにした。でマッサージね、マッサージ結局100分やって13分残して飽きてやめたんだけど、全然体軽くなんない。なんかマッサージとかさしてもらったらちょっと体軽くなったりするんじゃん。全然ないね、1ミリもない。そんなことある？あと6時間ぐらい気合で乗り切るよ。